え？わだ。何？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 もしかしてこれってあれ？異世界に召喚されたってやつ？よっしゃー！俺をゴミみたいな目で見てくる奴らはもういない！武藤美月、17歳！この世界で明るい未来へ羽ばたかせていただきます！よっしゃー！出ました、この者の純粋概念は。せーの！どういうことだよ！いきなり追い出すって何なんだよ！ありえねえだろ、こんなの。せめてお金ぐらいくれたって。腹減った。朝飯食う前だったしな。帰る方法とかあんのかな。多分ねえよな。ねえあなた。はあ、もしもしそこのしみったれ少年。ごめんなさい。驚かせちゃったようね。あなた迷い人ね。迷い人。そう、異世界から来たんでしょ。え、その格好を見ればわかるわ。そしてどうやらお金に困っている。はい、それなら安心して。私はメノン、清く正しく、そして強い神官よ。いや、しかし異世界なんてもんがマジであるとはな。ここ魔王とか勇者とかいるわけ？いるわけないじゃない、そんなもの。え、迷い人は昔からたびたびこの世界に現れているし、彼らの知識も多く継承されているわ。だからほら。あ、迷い人はみんな日本から来るの。長い時間をかけて日本の文化や言語はこの世界に溶け込んでいるのよ。言われてみれば今まで何の違和感もなく日本語で会話してた。え、今さら？マジか。そんなことより召喚された時のこと聞かせてくれない？話から察するに、あなたを召喚したのはこの国グリザリカの王ね。異世界人の召喚は禁忌なのに、ノーブレスの連中と来たら。へえ、そんならあの王様捕まえんのか。上に報告しておくわ。私にはあなたみたいなもんなし宿なしの底辺を救う崇高な使命があるもの。まあ実際俺この世界でも底辺みたいだけど、能力何もないらしいし。え？言われたんだよ、召喚されたすぐ後にさ、水晶玉で調べられて俺は無能力だって。もう一人の子はきっとすごい能力持ってたんだろうな。もう一人？ああ、追い出されそうになって逃げ回った時たまたま見たんだ。もう一人召喚されてたっぽい。顔はよく見えなかったけど、遠目からでもなかなかの巨乳だったな。落ち込むことはないわ、あなたにもすごい能力があるはずよ。そんな慰めなんていらないよ。慰めなんかじゃないわ、迷い人は必ず何か能力を持っているものなの。私の知る限り例外はないわ。純粋概念、異世界人が持つ能力はそう呼ばれているわ。さあ着いたわ。あれが私の教会よ。マジで？マジで。お金がないところには人の手も行き届かないのよ。でもまあ、もしあなたの能力が何か役立つものだったりしたら、それがお金になるかもしれないわ。お、もしかしてそれを目当てに俺を拾ったわけ？まさか。お、いいからやりなさい。自分の中にある力と意識をつなげるの。口に出して言ってみて。動力、接続。動力、接続。いいわ、次はそれに力を与えて。
入れた。すごい。でも確かにすげえ。こんな力が俺にもあったなんて。そうか、わかった。あなたは無能力だったんじゃなくて、無という純粋概念の持ち主だったのよ。そういうことだったのか。無。そうか。邪魔なものも嫌いなやつも全部なしにしちまえばいいんだ。最強じゃねえか。よし、メノ、俺がこの能力で活躍できるとこ教えて。あれで即死しないとはね。さすが迷い人。あなたは悪くないわ。あなたは悪くない。殺されるようなことは何もしてない。あなたを殺した私は悪人で、あなたは被害者よ。それでもね、迷い人はこの世界であまりにも多くの被害を出しすぎたの。私は清く正しく強い神官、そして迷い人を根絶する処刑人よ。